どうもこんにちは。今回も風のタクト HD 実況頑張ってやっていきましょう。というわけで前回は自分のふるさとプロロ島を出港しまして、今船の上にいるというわけです。もうね、夕方差し掛かっておりますから、晩ご飯の支度もしなければいけないのですが、まずはこの船の構造を知っておかなければ話にならないということでございますよ、畜生め。よし、行きましょう。もうね、船の中ね、こう扉があるから、こうパッて開けるんだよね。で、こっから内部をなんだろう、偵察するわけでございますが、目の前見て、あ、誰かいる誰かいる、おまちょ、ここから先はテトラの姉貴の部屋だわさ。私だってめったに入れないんだ、よそ者が入れる場所じゃないの。あんた、テトラの姉貴が私たちより年下のくせに、なんで偉そうなのかって思ってないかい？全然思ってなかった。実はね、でかい声じゃ言えないけど、ああ見えてテトラの姉貴は35歳なんだわさ。マジで？冗談が多い、上手、ほんと。先代の姉貴が亡くなって残された今の姉貴が若い美空でさ、ふぅ、後を継いだってわけさ。先代にはお世話になったからね。それに今の姉貴をみんな尊敬してついて生きているんだわさ。尊敬するのに年齢は関係ないのよ。まだあんたにはわかんないかもね。よし。というわけでね、ちょっとここから少しね、ちょっと乙女の部屋が覗けそうなんですが、この人が、もうジロ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 見てくるから、気が散って仕方がない。下に行きましょう。こっちは、あ、これね、アタックすると、壺が割れます。落ちてきて壺が割れます。ルピーは拾っておきましょうね。前回100ルピーとか拾ってっかな、ほんと。マジお金持ちなんだけど。よーし、まい。おいらは5本。今日からお前の姉貴分の2個様だ。たっぷり可愛がってやるから言うこと聞きな。じゃあまずはじめに新米海賊の試験をするぜ。覚悟しな。おいらがこれからやることをよーく見て頭に叩き込むんだぜ。まず最初にここにあるスイッチを押すんだ。近づいてエルを倒せばスイッチを踏むことができるぜ。リフトが下から上がってくるからこいつにジャンプする。ここから先のシリアにゃ、うんにゃ、ここから先のリフトにジャンプして進むんだが、遠すぎてジャンプできないだろう。そういう時はこうするんだ。ロープにはジャンプすればぶら下がれるから、 L で揺らして A で離すを、手をやにゃむ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 。どうだ、やり方わかったか。これを続けてこの先の部屋の入り口まで行くんだ。リフトの上がっている時間は短いから、それまでにたどり着けなきゃそれでおしまい。ここまでするのに最低でも1年はかかるな。まあそれより早くできたら褒めてやるぜ。さあやってみな。1秒とも言わず10分もかけずにやってみせましょう。まずね、こっちのスイッチを押して一回ね、しゃがますんだよ。一回しゃがまして、で、もう一回リセットする。それで時間がね、あの、元通りになりますから、ゆっくりと攻略できるというわけでございます。さあ行きましょう。なんかね、前回の風のタクトではここがねかなり苦戦したって言いそうになったんだけど、危ないぜ、有言実行しちゃうぜ、マジで。ほんとトンと飛んでもう一撃でクリアしまおうぜ、こんなの。よいしょ、はいはいはい、もう行きますよ。トン、楽勝すぎた、危ないギリギリ崖の上を、え、もうできたの。さすがだろ。おいらも兄貴分として鼻が高いぜ。あれ、勝手に開けてもいいのかな。いいよな。よし、向こうにあるお宝をお前にやる。ニコ様からのお祝いだ。みんなが来る前に早く持っていけ。早く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 、あ、出ました。これ風のタクトはね、特徴的なのは、宝箱がね、なんだろう、その中に入っているものの重要度に比例して、すごい宝箱が豪華になってくるんですよ。ですからね、もうね、こんなさ、トゲトゲチックな宝箱見つけたら、テンション上がるに決まってるだろう、バカ野郎、バカ野郎、よそろ。
ごまだれ。獲物袋を手に入れた、主に敵から手に入れたアイテムが入る便利な袋。最高8種類のアイテムが入る。中身を見るときはアイテム画面でカーソルを合わせて YXR を押せばいいんさ。押せばいいんさ。おいセナ、魔獣島に着いたよ。早く上がってきな。仕事が早い。ちくしょう。もう早速着いたって言うから、ちょっと行ってきましょう。行ってきましょうか。チェ、またまだ教えることがいっぱいあったのによ。まあいいや、お前の用事が済んでからまたやろうぜ。よいしょ。これ戻るときはね、こっちのはしごから登っていきます。んどっこいしょ。さて、階段登ったらすぐだろ。ああすぐだろうね。確か、あ、この上にいるんだ。カモーン、おいセナ、こっちこっちだよ。よし、登ろう。あ、ちょっと待って、その前にさ、このさ、仙台院の人たちにちょっと挨拶しとこうぜ。ニコの試験簡単？本当に？あれ、それだけ。で、こっちは？姉貴、上で待ってる。魔獣と着いた。もみあげがすげえ。何してんだ、テトラの姉貴が見張り台でお待ちだぜ、お待ちかねだぜ。ち、早く行った行った行った。ああ、せかされるわ。で、向こうにもいるけど、もう無視。登ろう。コツ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 。月が綺麗だぜ、ほんと。ニコと何をやってたんだい？まさか、お宝かけてゲームとかして遊んでたんじゃ。ぎくり。まあいいや。それよりほら。あれが噂の魔獣島さ。何でも昔はこの辺りで私たちと張り合っていたチンケな海賊の隠れ島だったらしいけど、今じゃ見るからに物騒な場所になっちまってるね。ほら見てごらん、あそこ、あの窓のところ、あのカモメたちに見覚えあるだろ。多分あそこにあんたの妹が閉じ込められてるに間違いないよ。それにしても警戒が厳重だね。これじゃあ上陸する前に見つかっちまうのがオチだね。どうしたらいいかな。あんな危ないところあんな危ないところに行くんだ。これぐらいしないとね。私たちもいつもやってることだし大丈夫だって。みんな準備はいいかい。しくじっちゃならないからね、派手に飛ばすんだよ。こんなところに座るんですか。大丈夫なんですかね、ここ。コックピットが汚いな。アムロ、行きます。ちょっと高いかな。ヘブシ、魔獣島、魔獣島、突っ込みたいところは山々ですがね、今までの皇帝に、こんな十何歳になったばかりの少年がさ、樽に詰め込まれて放り投げてさ、壁にぶち当たって、お前水面にぼちゃんだもんね。あちゃ、剣があんなところに。ごめんごめん、当たりどころが悪かったね。ふふふふ、ずいぶん驚いた顔してるね。へい、さっきこっそりあんたに持たせたその石はただの石じゃないんだ。その石を通して私にはあんたのやっていることがお見通しなのさ。こうやって声も伝えられるから A になったら押してみな。アイテム画面で、なんだろうこれ、方向キー、方向キー右押して見ることができる。コネクト画面に入れておいたからね。コネクトか。でも妹を助けたら返してもらうからなくすんじゃないよ。さてと、ここから先はサーチライトの嵐だ。そのまま飛び込んだら一発で見つかっちまうよ。どうすりゃいいか考えな。よし。
というわけで魔獣島潜入成功でね、このね、危ないよ、この光に当てられ、当てられると一発で本当に見つかってしまうので、こっちの端からちょっとやっていきましょう。ああ危ない。広すぎ、橋ぐらいさ、橋ぐらいちょっと死角としてさ、力ないね。ああ、もう何してるんだい、本当に何してるんだい。あんな警戒厳重なところは無防備で歩いてたら見つかっちまうの当たり前だろ。ああいう時は周りに身を隠してるマグマが、身を隠してくれるようなものがないかよく探してみるんだよ。忘れてた、そうだったよ、ほんと。なんかね、樽を持ってその樽の中に入ってよちよち歩くことができたんだ。そうだった、それを使えばよかった。あー、ひらめかなかった。でね、ここを抜け出すにはちょっと見てください、こっちね、もう扉がないんですよ。これ、あ、扉あったわ扉ありましたが、こうね、張り付くというコマンドしか出てきません。とにかく出てこれないというかね、出れないというわけですよ、あそこの扉ではね。さあ、ここからどうするか。あ、A がまた光った。あんた一生そこにいるつもりかい？それでもいいけど？そんなボロい牢屋、よく探せば無理して通れるぐらいの穴が開いてても不思議じゃないだろ？それとね、その建物は2階建てになってて、下の階は見回りがうようよしてるから、なるだけ上の階を行くようにするんだよ。よし。というわけでね、ここに登りまして、この不自然な壺を持って、ドカン！で、1ルピーもゲット。さあ、ここをしゃがんで、ゆっくりと、美しく、軽やかに、脱獄しましょう。さあ、こっちを突き当たりを右。で、ぴょんと、脱獄成功。さあ、こっからは、こっからはですね、ほら、見てください。宝箱。これね、先ほど見たトゲトゲチックな宝箱とはまた違う。ちょっとね、ランクが下がったように見えますが、こういうのは、大抵ね、どこどこどん、どこ。この宝箱の音楽をまずは聞きなさい。ごまだれー。ダンジョンマップを手に入れた。行ったことがない部屋も表示されるようになった。Wii U ガム、ガムじゃなかった。Wii U ゲームパッドのマップ画面を見てみよう。あ、ほんとだ。映ってる。映ってるけど、みんな見えない。もどかしい。いやね、あの、Wii U ゲームパッドの、あの、なんでしょう。うん。画面にバッチリ映ってるんで、僕は見えてるんで大丈夫です。さあ、ここのロープを、あれですね、ニコさんとの練習、応用。さあ、こっからね、二手に分かれるんですよ、これ扉が。これどっち行ったらよかったかな？こっち図見てみようぜ。あ、こっちっぽいぜ、ちょっと。地図見せれない。もどかしいね、ほんと。しっかり俺がジェスチャーしますから。さあ、奥に行ける扉もありますが、まずはね、この魔獣島の攻略法としては、この辺りをね、うっそうとこの不気味な光で照らす、このさ、どうやって見せれるかな、この灯台、灯台っていうのかな、これ、監視カメラ、ん、監視蛍光灯、まあ、呼び方はどうでもいいけど、それをね、潰さねばならんのですよ、この一つ一つをね。で、それを操ってる敵キャラがいますから、それをね、こっぱじいたら、あっ、あっ、ちょ、電話かかってきた。もしもし、せな、よく聞きな。そこのはしごを登ったところにサーチライトね、あ、サーチライトね、サーチライトを動かしている化け物がいるよ。そいつを倒せばサーチライトを止めることができるかもしれないね。でもあんた丸腰だったよね、使えるのは盾だけか。そうだったよ、みんな。説明するまでもないけど、今この魔獣島にいるリンクさん、状態としては剣を持ってない。落としちゃったんですね。あんたならどうする？とりあえずね、サーチライト付近に壺があるんですよ。その壺の中にちょっとしたね、なんか木の棒みたいなのがあるから、それを使って振り回しましょう。さあ、これですね、これとりあえず割って、こう2本落ちてっから1本持って、これ動かしてっからもうほんとお勤めご苦労さん、動かしてっから、この人が、よいしょ。あー、しまった。投げる選択もありますが、普通は振りましょう、 A で。あー、ちくしょう、ちくしょう。縦は使えるんですがね、痛い。やってくれたな。届かないんだが、いい位置が足りない。しかしね、こうやってやるな、この人やるな、避けることも考えよう。あ、倒せましたね。さてと、何も出なかった。でもね、ここのサーチライトの見張り板を倒したということは、ここのサーチライトはもう機能はしないということ。これを一つ一つ潰していきましょう。
あ、あっちにもあるな。しかしこっちから行けないのか。こっちからこの壁を伝って行けないのかな。あ、行けませんね、これじゃあ。とりあえず一回前に進んだ方がいいのか。いや、待てよ。ちょっと待って、もういいや、これ。これ投げといて。一回こっち戻ってみようか。こっち戻って。よいしょ。また扉があったよね。奥にさ。こっちだよ。こっち行こうぜ。よしよし、ひらめいてる。もうね、最初の頃、ゲームキューブ9年前、10年前ぐらいにやった、ゲームキューブ版の風のタクトじゃ、もう魔獣ともう怖くてたまらなかったよ、ほんと。ビビるぜ、こりゃ。で、こっちの大きなはしご登ってったら、サーチライト、2代目発見ってことか？よっこらせ、発見！面白そうなもん、発見！さてと、こっちのこうしといて、で、持って、さあ、こっからやるぞ。ハート1個減ってるかな、これ。よいしょ。どすこい。あ、そのまま眠ってくれ。おやすみなさい。心のまんまに。やりやがって。よいしょ。さっきよりかは楽に倒せましたね。ハートが出てくれるとちょっと嬉しいですが。さあ、ここのラージじゃねえ。サーチライトは機能しなくなりました。ちょっと待てよ。どっかしらなんかね、これなんか、ここから降りれたりはできないな。高いな、これはちょっと。降りようか。よいしょ。降りて、近道だったね、これ。さっき通ったところですよ、ここ。で、テトラさんも言ってた通り、なるべく、なるだけ上を通って、攻略してこいや、みたいな感じで言ってたんで、なるべく上を通りましょう。なるべくね、なるべくだよ。あ、宝箱。ごまだれん。コンバスを手に入れたダンジョンに隠されたいろいろなものがわかるぞ。マップ画面を見て確かめてみよう。うむ。うわ、いっぱいある。うわ、すごいこれ。え？なんでこの人裸なの？え？この女の人、なんか裸で踊ってる。そんなわけありません。ありません。セロは A ですからね。全年齢。あー！しまった、そんなこと言ってたら落ちたよ。これで確かここから登っていけるような。あー！怖えからお前たち。ちょ、この人たちを一回こう突き放して、この隙に登っちゃおう。危ないよ。上にもいないだろうな。よしよしよし、危ない。さあ、ここからどうしよう。あ、登れる？こっち行ける？よし、落ち着いて。飛べよ。さあ、やってきました。下に落ちた時はどうなることかと思いましたが、危ない。滅多なことは言うもんじゃないな。よいしょ。さあ、まっすぐ行けるようになりましたが、サーチライトもね、探しておかなければなりませんから。ふむ。こっちにもサーチライトあるかな。上に登れることはできますが、とりあえず。あ、はしごがあるぜ。はしごがあんぜ。来ました。さあ、この体力でやっていけるのか。一発も攻撃受けること許されないぞ。お頼み申し上げます。オッケー、行こう。不意をつきたいね、できれば。あ、バレたか。危ない。よいしょ。ああ、違う。なんだ。ああ、やめ。違うよ。危ないよ、これ。あのね、バックステップどうやってできるんだろう。バックステップ。離しちゃったよ。どうしよう、これもう。あ、近寄らないで。あ、あった。よし。来いや、ちょっと。あ、逃げた。後ろからごめんなさい。よいしょ。頼む、寝てくれ。ここだ。よーし、オッケー。危ねえ。そろそろハートが本当に欲しいところでございます。さてと、ん、はしごがあるけど、あ、これ登れないのかな。あー、リンクさん登れねえ。よいしょ。危ないよ。オッケー。じゃあ、一回あそこ登れなかったっつうことは、あ、なんだ、なんかカメラワークがヒントを指してるのかな。リンクさん、これもリンクさんがちょっとしんどいわ俺みたいな顔してるから、早いとこ回復したいね。早いとこ回復させてやりたい。さてと、壺ねえか。壺ないね。さあ、ここをしっかり渡っておかないとリンクさん持たない。ターザンできなくなるから。よし、オッケー。さあ、今んとこもうフルで2階をこそこそと移動できてるんじゃないか。
さあサイドに壺がないか。うん。なるほど。あ、木箱がある。これ落としとこうぜ。多分ショートカットだろう。どっこいしょ。オッケー。あのテレ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 ンが出ると思ったんだけどね。まだ出なかった。ヤス売りはしないね。もう回り込めるよみたいな。あ、もしもし。ははん、わかったよセナ。妹の捕まっている塔の上に行くには塔の真下の部屋を目指したってダメなんだ。一旦塔の外につながる出口を外に出て建物の裏から上がっていくんだよ。わかるかい？どういうことだろう。とりあえずこっちの扉もあるから、まあ行き当たりでも突き当たりでも何でもいいからこっちも攻略しとこうぜ。あらららら、やだ、物騒な人がいるわ。物騒な人いるわ。こういう時にこの樽がね、役に立つんですよ。見ててくださいね。こうやってこっそり移動できることもやろうとすればできるんですが、よいしょよいしょ、しっかりバレないように。あっ、チューチューネズミがいる。何も、ああ、いやー、やめて。ああ、危ない危ない危ない、くるくるくる。ちょっと何、あのチューチューちゃん、勘弁して勘弁して。うわ、またここ、えげつねえ。よいしょ。というわけでなんやかんや戻ってきました。戻ってきたぜ。ああ危ない、この距離でも。あのね、真に警戒すべきなのはあのネズミなんですよ。あのネズミちゃんなんですよ。あのネズミさえいなかったら、ほら今頃こうやってまた、よいしょ、いけた。はい、行きます。もう音でバレてる。音で普通だったらバレてる。よし、屋外に出ました。もうさっきから屋外だったような気もするけど、屋外出ました。さてと、こっちから回っていきましょう。外からね、回っていけるんですよ。ここまで来りゃもう心配はいらないと思いたい。で、この樽があるということはまだまだ使う需要があるということですよ。ほら見て、あそこにいますから、こうしっかりとアウトサイドから攻めていきましょう。まだだ、まだ動かない、まだ動いちゃダメだ。こっちだ、いけるか、いけるか、ぶち投げろ、いけ。よし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 、もう走れ走れ、走っとけ走っとけ、皆さんダッシュ、皆さんダッシュ。よっしゃよっしゃよっしゃ。で、ここは張り付いて、壁に張り付いて、こうやってカニ歩きしましょう。十数歳の少年にこんなことさせるかよ、ほんと危ないね。大丈夫か、いけるか。リンクさん焦るなよ。どっこいしょ。あ、まだあった。あ、あ、ハートがあるぜ、よかった。これハートゲージ見て。これ尋常じゃねえぞ、ほんとこれ。オッケー。これでもう心配はいらなくなっただろう、多分きっと、おそらく。よっしゃ、さあ登っていこうぜ。で、向こう見てください、剣発見しました。一難去ってまた一難、かっこいい BGM。 落とした勇者の剣を取り戻した。二度と落とさないように、二度と落とさないように大切にしよう。よっしゃ、こいや。まずあんたと戦わなければいけない。オッケーオッケー、あんな棒切りは全然使いやすいぜ。オッケー、よっしゃよっしゃよっしゃ。あ、ちょっと待って、いえ、ピンポン鳴った、いえ、ピンポン鳴った、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。お待たせしました。ちょっとね、宅配便の方が来てました。というわけで剣を取り戻して魔獣島の、なんだろう、もう頂上に近いところまでやってきました。このね、奥の大きな扉をくぐるとイベントが発生して、そのままね、あのイベント直行というわけで、うん、まあ今日はここまでということでございますよ。うん、たっぷりやったね、魔獣島パート1でも攻略しちゃった。早いね、もうさすが、もう何十回もやったからね、このダンジョンは。よし、じゃあ今回はここら辺にしておきます。次回にご期待ください。次回はね、いろいろなことがありますよ、またね。
また新たなダンジョンや新たな島に行くと思うのでお楽しみください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。樽揺れてるよ。危ない。ちょっと何それ、俺が通路塞いでんのかい。ちょっと避けるから勘弁して。いや、早く日焼けごま。オッケー。